ローレンスの虐殺は、南北戦争の1863年8月21日に、カンザス州の北軍への支持が強かった町、ローレンスを、ウィリアム・クアントリルが率いた南軍のゲリラ部隊、ブッシュワッカー、クアントリル、エスレーダースが襲撃したものである。ローレンスは、以前から、奴隷制度廃止運動を支持しており、ミズーリー州西部の奴隷制度擁護派軍部にある。 農園やプランテーションを攻撃し破壊することで知られていた自由州の民兵都市警団であるジェイ・ホーカーズとレッドレグスの中心であるという評判があった。カンザス州は1863年までに奴隷州となるか自由州となるかについて論争と暴力が続く場所となっていた。1856年夏、ローレンス最初の襲撃が起きて、 カンザス州におけるゲリラ戦が始まり、何ヶ月も続いた。その参加者として、ジョン・ブラウンがよく知られたものであり、血を流すカンザスと呼ばれる中で互いに多くの集団が争った。南北戦争が始まるまでに、すでに奴隷制度擁護派の怒りの標的にされていた、ローレンスは、州内でも反奴隷制度派の強固な地盤となり、さらに重要なことは、 ミズーリ州に侵入する北軍と J ホーカーの出発点として使われていた。当初のローレンスと周辺地域は極度に用心深く敵軍が近づいているという噂に強く反応していた。しかし1863年夏になるとこの脅威のどれも現実にはならず市民の恐怖が小さくなり攻撃に対する備えも緩んでいた。クアントリル自身はその攻撃の動機について オセオラに対する報復として、町を略奪し破壊すると言っていた。これは、北軍のジェームズ・ヘンリー・ルイン将軍が率いて1861年9月に、ミズーリ州オセオラを攻撃したことを指していた。オセオラの町は略奪され、9人の男が臨時軍法会議にかけられ、処刑された。ミズーリ州田園部では他にもいくつかの町や地域が、カンザス州から来た。 北軍支持者によって同様に略奪され燃やされた。歴史家のカステルは報復が第一の動機であるとしても略奪という願望に背中を押されていたと結論づけているローレンス攻撃の報復的な性格は生存者によっても確認された。先月21日の殺戮者と話した淑女などすべての普遍的証言。レイン、ジェニソン、アンソニーの下に我が軍によって 彼らの家族になされた悪行に対する報復を行うためにここにいるというのがこれら悪魔の主張するところであるローレンスは1863年3月下旬に特に悪意の強い j ホークの作戦を始めさせたレッドレグス部隊の本部でもあったこの部隊の目的とされたことは南軍ゲリラに対する市民の支援を排除することだったがその戦術はむしろ無差別に行われていた ある観察者は、レッドレグスは、良い馬のためなら、この国の誰でも殺す。武装していない同調者を終わらせることについて、自分たちをかなり美化していると思うと発言していた。北軍のブラント将軍は、レッドレグスの活動を説明して、恐怖の支配が始められ、誰の資産も安全なものはなく、彼らの略奪や、強盗の計画に反対するならば命ですら、粗末にされると述べていた。 レッドレグスに殺された市民の数を集計するのは難しいが、レッドレグスの作戦初期に歴史ントン地域で書かれた文書では少なくとも50人を殺し、それらは武装しておらず、それまで平和に静かに暮らしていた者たちだったと記していた。カンザス州でミズーリ州のゲリラ襲撃隊の活動を抑えるために、北軍のトマス・ユーイング・ジュニア将軍は1863年4月に、 一般命令15を発布し、南軍ゲリラを援助し、便宜を図った者なら誰でも逮捕することを命じていた。このことは主にゲリラの親戚である女性や少女を対象にしていた。ユーイングはそれら逮捕した者たちを、カンザス式の一連の間に合わせの刑務所に押し込めていた。女性たちは、まずあまりに小さくあまりに、不衛生と考えられる二つの建物に入れられ、 その後グランド1425にあった空き家に移された。この建物は画家ジョージ・ケイレブ・ビンガムの義父ゴ・ロバート・エス・トーマスの敷地にあった。1861年にビンガムとその家族がこの建物に住んでいたが、1862年初期には水入り集財務官に指名され、家族ごとジェファーソンシティに引っ越していた。ビンガムはそのスタジオとして使うために、 既存の建物に3階部分を追加していた。1863年8月13日、少なくとも10人の女性と少女、全員が20歳未満の者たちがこの建物に収監されている時に建物が崩壊し、4人が死んだ。死者はチャリティマ・マコークルカー、スーザン・クローフォード・バンデーバー、アーメニア・クローフォード・セルビー、及びジョセフィーヌ・アンダーソンであり、アンダーソンは、 南軍のウィリアム・ティー、ブラッティビル・アンダーソンの15歳の妹だった。アンダーソンの13歳の妹もこの監獄で拘束されており、足を2箇所骨折するなど大怪我を負った。この建物は衛兵によって強度を落とされていたのが崩壊につながったという噂が広まった。所有者のヒンガムは個人的にユーイングに対して恨みがあり、 また建物の喪失に対して賠償を求めることになったが後にその噂を広げた。しかし1995年に行われたこの事件と崩壊に伴う証言の研究では理論上最もあり得ない話だと結論づけている。証言によると弊社として使うために隣接するコックレルの建物の1階部分を改装したことが共有の壁を挫折させたことを示していた。 ヒンガムの元住居に加えられた3階部分の重みが崩壊につながった。この監獄の崩壊前であっても、少女たちの逮捕と追放計画は、クアントリルのゲディラ隊を怒らせていた。ジョージ・トッドは、少女たちを解放しなければ、カンザスシティを燃やすと脅しをかけるメモを残していた。クアントリルのローレンス襲撃は、監獄の崩壊前に計画されていたが、 ゲリラの親戚である女性が死んだことで襲撃中に報復土地への渇望が増したことは疑いない。攻撃は注意深い作戦の産物だった。クアントリルはブッシュワッカーの独立した集団指導者の多くから信頼を獲得することができており、前もって攻撃の日取りと時間を選んだ。ミズーリ州のいくつかの騎馬集団が別々の隊列を組んで東からローレンスに近づき、 最後の数マイルでは選ばれた日の夜明け前という、計られた時間に正確に集合することにした。隊員の多くは24時間以上も馬に揺られてきて、会合地点に向かうのであり、途中で眠っても落馬しないように、蔵に自分を縛り付けたものが多かった。隊員のほとんど全員が、複数の6連発拳銃を装備していた。廃墟になった、ローレンス。 ハーパーズ・ウィークリーに掲載されたイラストリード山の頂上に300ないし400名の騎兵が到着し、それから激しくローレンスに降りていった。そのご4時間の間に襲撃者は街を略奪して火をつけ、男性住民の大半を殺した。クアントリールの兵士はローレンスの建物の中で2つの企業のものを除き、4分の1までを燃やし尽くした。銀行や 店舗の大半を略奪し、185内市200人の男性と少年を殺した。1897年の証言によれば、その死者の中には召集されていない兵士23名のうちの18名がいた。午前9時までに襲撃者は町から出て行こうとしており、追撃に来た部隊から逃れ、北軍が一体になって追撃してこないように、散開して逃亡した。 襲撃は戦闘というよりも大量処刑だった。襲撃の2週間前にローレンスの新聞がローレンスは500名以上の戦闘員による緊急事態に備えてきた。クアントリルの襲撃隊を見たいというあらゆる人にと惑うしていた。しかしローレンスに一時的に駐屯していた兵士の部隊はレブンワーストリデに戻っており最初の襲撃が急襲であり迅速で怒りに燃えていたので 地元民兵隊は集合できず、防御を組織できなかった。襲撃の犠牲者のほとんどは、撃ち倒された時に武装していなかった。クアントリルの襲撃隊は、報復を主たる動機に、ローレンスに入ってきており、殺すべきものと燃やすべき建物のリストを持っていた。そのリストのトップには、ジェームズ・ H ・レイン上院議員の名があった。レインは、軍隊の指揮官であり、南北戦争の初期に、 ミズーリ州西部の殺人、略奪、放火を行った J ホーク襲撃の主たる政治的提唱者だった。レインは寝巻きのままトウモロコシ畑を逃亡して死を免れた。ジョン・スピアはレインから新聞事業を任されたものであり、レインの政治的後ろ盾の一人であり、やはりリストに載っていた。スピアも同様に処刑を免れたが、 その息子が襲撃の間に殺された。スピアの息子の一人、ジョン・エル・スピアは、以前に北軍が発行したレッドレグスのリストに、乗っていた。スピアの末の息子は15歳のビリーであり、処刑者のリストに乗っていた可能性があるが、クアントリル・の部下に、偽りの名前を告げて釈放されていた。このスピアの息子は襲撃者がローレンスから出ていく、ところを一人撃ち殺しており、 クアントリルの舞台で数少ない犠牲者の一人になった。カンザス州初代州知事であり、著名な奴隷制度廃止運動家だった、チャールズ・エル・ロビンソンもこのリストに載っていた可能性があるが、クアントリルは、南北戦争がまさに始まろうという時点で和平を保とうとした、ロビンソンの努力を尊敬していたので、処刑を免れるようにしていた。 襲撃の犠牲者の多くが前もって具体的に目標にされていたが、処刑は襲撃者の部隊の間で見境のないものとなり、特にローレンスの西部で活動したトットの隊がそうだった。ブラッティビル・アンダーソンと共に来ていた兵士や少年もローレンスの不釣り合いな死者の数を証言していた。この襲撃はかなりの残酷さにまで発展した。生存者はある男は 命乞いする妻の腕の中で撃たれており、別の男はよちよち歩きの用事を抱いたまま殺されたと報告していた。命を保証されて降伏した集団が銃で撃たれ、一組の男性は燃えている建物の中に押し込められて苦悶のうちに死んだ。さらに劇的な話は、H.M. シンプソンが1863年9月7日に書いた文書にあったものであり、 その家族の周りで虐殺が続いている間に近くのトウモロコシ畑に家族全員を隠して何とか死を免れたというものだった。私の父は大変ゆるりとトウモロコシ畑に入ってきた。彼はラフィアンたちに大変腹を立てており、彼らの前から逃げるのを潔しとしなかった。私の小さな子供たちは三時間畑の中にいた。彼らはもし泣いたらば、 その音が両親の居場所を知らせてしまうことを知っていたので、ネズミのように静かにしていた。赤ん坊もお腹が減っており、私が生のトウモロコシの方を与えるとガツガツと食べていた。と記していた。この襲撃の犠牲者の若さが襲撃の特に避難すべき側面として取り上げられることが多い。ボビー・マーティンが一般に最年少の犠牲者とされている。 襲撃のある証言では12歳だったとしており、また別の証言では14歳だったとしている。証言の大半では、ボビーが北軍の制服を着ていたか、父の制服を仕立て直した服を着ていたとしており、マスケット銃と薬法を抱えていたという証言もある。この戦争に参加した者の,の中で、約80万人は17歳以下であり、約10万人は15歳以下だったという推計もある。 クアントリルの部下の大半が10代だった。最年少はライリー・クローフォードであり、父が北軍兵に撃たれ、家が焼かれた後で母がクアントリルのところに連れてきた時は13歳だった。ローレンスの虐殺はカンザス州の全歴史の中でも最大級に血なまぐさい出来事となった。ローレンスのプリマス怪獣派協会はこの攻撃を免れたが、その京都の多くが殺され、 記録が失われた。攻撃の翌日、ローレンスの生き残った市民が街で捕まえたクアントリルのレーダーズの隊員一人を臨時した。8月25日、ユーイング将軍は一般命令11号を承認し、カンザス宗教に近いミズーリ州4軍の住民数千人を強制退去させることにした。事実上これら軍部のあらゆるものが体系的に焼き払われた。 この動きは悪名高いジェイ・ホーカーであるチャールズドク・ジェニソンが実行した。ジェニソンによるミズーリ州襲撃は完璧で見境のないものであり、ミズーリ州西部の五軍を疲弊させたが、時代物の二の階建て家屋のレンガ造り煙突のみが破壊を免れ、それは現在もその地方でジェニソンの記念碑と呼ばれている。ミズーリ州の奴隷制度廃止運動家と説教師は、 カンザス州とミズーリ州の住民を戦争全体の恐怖の中に落とし込むことでローレンスの虐殺の果たした役割を次のように語っていた。いかなる観点でもローレンス襲撃はこの不作法な戦争の中でも最も悪名高い出来事とすることができる。破壊活動はカンザス州で終わらなかった。この悪意のある相互関係の卑怯な犯罪行為は 両軍が知ってはいたが注意を払わなかった事実にある。その暴力行為の帰結はその助けようのない誘法の上に最も重く降りかかってくる。1861年のジェニソンは抵抗するものの、いなかったミズーリ州に駆け込み、強盗し、殺人し、その犯したことからこそこそ立ち去って、ミズーリ州の北軍側の住民をその犯罪の報復を受けるままにさせた。 1763年のクアントリルは危険がない時にカンザス州ローレンスに駆け入り殺人し強盗しその犯したことからこそこそ立ち去って襲撃によって引き起こされる恐ろしい報復を自分の側の力ない女性や子供が耐えるしかなくさせたローレンス襲撃は素早く残酷な報復で返されこの教会での闘争では通常にあったように罪あるものではなく無実で 救いの手がないものの上に降りかかることになる。クアントリルは、カンザス州に一人の男を失わせた。カンザスの軍隊が、それなりの距離を置いて、彼の後を追い、ミズーリ州西部すべてに恐ろしい報復をもたらした。武装していない老人や少年が告発され、撃ち殺され、ささやかな慰めのあった彼らの家が焼かれ、救い手のない女性や子供が、近づく冬にも、食料のないままにされた。 殺された者の数が報告されることはない。ミズーリ州西部全体に散らばっているので数えられない。ローレンス氏の死傷は焼き落とされた灰の中から立ち上がる、不死鳥の姿を描き、クアントリルの攻撃を記憶させるものである。クアントリルは冬に備えて部隊を率いてテキサス州に向かった。翌年までこの襲撃者たちは、 軍隊として統合されなくなったので、同じように襲撃を行えなくなった。クアントリルは1865年に、ケンタッキー州で受けた傷が元で死に、頑固な支持者が、わずかに残された。その中には後に悪名高くなったフランク・ジェームズとその、弟、ジェシー・ジェームズがいた。ありがとうございます。